ミチャー学です。本日は起業したいなら何から始めるべきか、こういったテーマでお話をしていきます。今回のお話をするにあたって、世の中になんか自分で稼いでいきたいとか起業していきたいって方すごいいるじゃないですか。で、そういった人をまあ観察していたりとか、ツイッターで見ていたりとか、あとは僕のコミュニティとかやってるんですけど、その中でもまあそういった方がいて、そういった方を見てると、皆さん準備とか計画、そこに時間を割きすぎというか、なんか頭の中でこう何やらこういろいろ考えようとしているんですね。で、そういった方向けにちょっとお話をしていきたいんですけど、最初にまずこちらのツイートをご覧ください。で、読んでいくと、人生を変えていくには行動しかないですよ。多くの人は準備や、勉強に時間を割きすぎかもです。計画なんて不要。起業したいなら今日から稼げばよくて、紙に書いたプランなんてほぼ意味ないです。目標があるならそこに向けて直線で進み実行するだけ。考えない人の方が成功率が高いと思って、こういったツイートですね。で、今回これをちょっと深掘りしていこうと思います。で、今回の動画で伝えたいことっていうのが、4つありますね。で、それがこちらの通りなんですけど、起業するための最初の行動とは、僕が初めて起業した時の話、稼げないアイデアでも実行せよ、収益性よりも情熱が大切な話っていう、この、4本立てですね。で、やっていこうと思います。で、僕の他の動画でもお話しているんですけど、とにかくもう行動が命なんですね。皆さん読書していますかね？読書してもいいですけど、読書しても人生1ミリも本当に変わらないですよ。読書ってただ知識を得るだけなので、知識と行動を、それをセットにすることによってスキルになるんですね。これめっちゃ重要ですね。知識、行動が、セットになってスキルですね。だからスキルない人っていうのは知識ばっか溜め込んじゃってるか、もしくは知識なしで行動しているかみたいな、そんな感じだったりするんですけど、読書してもいいですけど、多分僕のチャンネル見てる方とかって、普段こうやって、ビジネス系 YouTuber みたいな動画見てる皆さんじゃないですか。で、多分インプットも足りてるんですよ。じゃあ何足りないかって、もう行動ですね。そこをちょっと今回話していこうと思います。で、じゃあまず本題ですね。起業したいんだったら何から始めるべきか。で、昔の僕もこれ迷っていて、で、なんかどうしたらいいかなみたいな本読んだりもしていたんですけど、それこそ僕も昔本読んでたんですよ。起業の仕方みたいな。でもそれ結論書いても意味なかったんですね。で、それも話していくんですけど、じゃあまず初めに起業したいってなった時に何するか。で、これは結論、アイデアを実行しましょう。これですね。本当にこれに尽きると思います。じゃあアイデアを実行する際に、多分皆さんもアイデア持ってるんですよ。こういうのあったらいいなとか、なんかこういうのどうだろうみたいな。多分今パッと言ってくださいって言ったら、何かしら思いつきますよね。こういうのどうですかみたいな。で、もしかしたらお金かかっちゃうビジネスかもしれないんですけど、できれば最初あんまコストかかんないやつを選んだ方がよくて、で、そういったものを最初も実行していく、これが全てなんですね。じゃあ、僕の場合はどんな感じで最初のアイデアっていうのが思いついて、で、そこから起業まで進んでいったかっていう、これが、ステップ1、2、3にこう分かれているんですね。ここを今からお話ししようと思います。で、一番最初僕起業したのが、セブ島での起業だったんですね。で、その時、じゃあなんでセブ島なんだって話なんですけど、僕は新卒で海外就職していたので、セブ島に住んでいました。で、トータル4年間住んでいて、で、今はタイに住んでいるんですけど、で、その時に海外に住んでる方、もしくは地方に住んでる方とかだったら分かると思うんですけど、ずっと住んでるとその地域めちゃくちゃ詳しくなるじゃないですか。で、僕もセブ島の、なんかセブ島マニアじゃないですけど、セブ島にめっちゃ詳しかったんですよ。例えばなんか美味しいレストランみたいな。美味しいレストラン、例えばマルコ・ポーロっていう場所が美味しかったりもするんですけど、そこの食事も美味しいし、なんかワインも美味しいみたいな。あと、例えばセブ島だったらダイビングショップみたいな。なんかみんな、何でしたっけ、クジラと泳ぎに行くやつとかあるんですけど、そういうのも、何ですか、ツアー会社によって値段全然変わったりして、僕安い場所知っていたりとか、あとなんかビーチ行くってなった時も、なんか結構日本人の方ってもう高い場所に行っちゃうんですよね。で、高い場所ってね、行ってもいいんですけど、そういうの知らずに高い場所行っちゃう人も多かったりして、僕はその辺をなんか解決したいなというか、なんかもっとそういういろんな情報がまとまっているページとか、まとまってるサイトみたいな、そういうのあった方がいいんじゃないかなみたいな、そういうふうに思ったんですね。で、これがまさに僕の、アイデアというか、経験から生まれた、アイデアみたいなものですよね。で、これが、起業のステップ1のところなんですけど、まずそのアイデアが生まれるじゃないですか。で、多分皆さんもどっかしら住んでますよね。住んでない人いないと思うんですけど、住んでたら、わかるじゃないですか。わかるというか、すいません、ちょっと今話がぐちゃぐちゃになってるんですけど、要するに、例えば僕の場合はセブ島に住んでいたから、そういったアイデアが生まれた。で、皆さんそれぞれ皆さんの生活がありますよね。で、その生活をしている中で、なんかここって、問題なんじゃないかな、みたいな。問題なのか、もしくは、いや、ここって何か解決できないのかな、みたいな。本当にもう小さな問題でもいいんですよね。例えばなんですけど、僕一時期やろうとしていたことっていうのが、これちょっとまた別の話になっちゃうんですけど、PCR じゃないですか。で、僕は毎日ブログを書いていた時に、自分に超最適なブログのエディ
いたっていうのがなかったんですよ。だから昔まあ、もしかしたらブログ書いてる方とかでもなんかいろんなエディターを試していて、でそれでいやなんかこれ書きづらいなみたいな、そういうのあるかもしれないです。僕は今でもいやなんかベストなエディターないなっていうふうに思ってるんですね。だこういった感じで何かしらこう生まれてくると思うんですね、アイデアみたいな。でそれどんなにちっちゃくても仮に大きかったとしてもそれをこう実行していく、これがファーストステップですね。で続いてじゃあステップ2に進んでいきます。起業する際のステップ2で何するかっていうと、僕の場合なんですけど、仲間を探したっていう、これをやりました。なんでかっていうと、僕は当時セブ島の情報をこうまとめていきたいっていう、まあそういう思いがあったんですね。まあ、なんでかっていうと、まあ、先ほども言った通り、まあ、せっかく美味しいレストラン、せっかくいいダイビングショップとか、せっかくいいツアー会社みたいな、そういうのを僕知ってるのに、世の中にそういう情報が出ていなかった。まあ、だから出していきたいなみたいな。まあ、ただ、サイトを作っていかないといけないってなった時に、僕はまあデザインとかできなかったので、まあ、なんかデザイナーの友達を探したんですね。で、それでたまたま近くにデザイナーの友人がいたので、そこでお願いするみたいな。お願いして、まあ、作ってもらう。で、ぶっちゃけその当時、僕、全然お金もなかったんで、すべて無料でお願いして、こう、作ってもらってました。で、プラスアルファで、いろんな場所にこう、取材とかも行かないといけないじゃないですか。記事を増やしていくみたいな。で、それで僕も、まあ、ブロガーだったんで、自分で書いてもいいんですけど、まあ、自分一人の能力だと、まあ、ちょっとやっぱ限られてきますよね。毎日更新しても月30記事とかじゃないですか。でも、3人でやったら月100記事とか入れるわけじゃないですか。だから仲間探そうと思って。で、それでなんか、セブ島のなんかイベントとか参加してたんですね。で、参加していって、そこでなんか、皆さんこう自己紹介するじゃないですか。で、自己紹介した時に、なんか、ある一人が自分なんかライター兼編集者ですみたいな、そういう人いたんですね。で、その人見つけた瞬間、僕、よっしゃと思って、すぐ話しかけに行こうって。まあ、基本コミッションネクラなんですけど、まあ、そういうなんか、ビジネス的なメリットがある時とか、なんかそういう、自分のまあ、その時情熱とかがあったので、もう絶対にこう、この人に絡みに行こうと思って。でまあ、それで絡んだんですね。まあ、その相手もまあちょっとネクラみたいな感じだったんで、まあ、ちょっと相性も良かったんですけど、まあ、そんな感じですかね。でそれでまず仲間を集めたと。で続いて起業する際のステップ3に進んでいきます。でこれ何するかっていうと、もうシンプルで、行動を続けたんですね。で行動を続けたって 何したかっていうと、もうサイト運営ですね。サイトを作った後に、記事とかを入れていって、であとは、まあ、ライターとかっていうのをちょっと増やしていったりとか、あとはそのライターって感じでこう固定で雇うだけじゃなくて、何ていうんですかね、友人経由でちょっとなんか一記事だけ書いてくれませんかみたいな感じで、まあ、いろんな人にこうお願いしてみたいな、まあ、そんな感じでこうサイトにこう記事を集めていきました。集めていった結果、まあ、ちょっとずつ、まあ、広告収入とかそういうのが入ってくるようになったんですね。で、そこで、最初、初期メンバーといろいろ話していたんですけど、まあ、そろそろ、じゃあ、法人化しましょうか、みたいな。売り上げも立ってきたし、まあ、立ったって言っても月、その時、まあ、確か、5人とかで運営して月に10万いってなかったと思うので、まあ、全然超格安なんですけど、まあ、そんな感じですね。でも、その月20万ぐらいまでで、確か半年以上かかっていたと思うので、ですか、まあ、人件費とか払ってたらもう赤字すぎてもうなんかオワコンみたいな感じですよね。まあでもとりあえずまあ法人化したわけですね。で以上がその、まあ、法人のステップなんですね。まずアイディアがあるじゃないですか。でそれで仲間集めてこう形にするじゃないですか。でそこで収益とか上がってきたらそこで法人化するっていう、まあこういう流れになりますね。あとちなみにちょっと余談なんですけど、なんですかね、まあ、法人化って別にしなくてもいいんですよ。でもした方がいい部分っていうのもあって、それ何かっていうと、まあ、例えばサイトを作りました、メディア運営してますみたいな、でそこで法人化することによって、あとサイトの信頼ですね、これが結構高まります。で高まるのと、あとプラスアルファで自分 の名刺を作れるじゃないですか。で僕当時25歳だったんですけど、まあ、名前番内学ぶって言うんですけど、番内学ぶって書いてあって、でそこの上になんか取締役みたいな、そういう風に書いてあるこう名刺を作れたんですね。でそういう名刺を持っていると、なんかいろんな大人が結構話を聞いてくれるんですね。今までなんか25歳のなんか若造の僕みたいなやつがなんかこう営業とかなんかそういうなんか経営者が集まるような場所に行ったとしても、全然まあ相手にされなかったんですよ。成果も出していないし、もうこいつなんだみたいな感じじゃないですか。でも取締役って名刺を出すといろんな人の話を聞いてくれる、まあ、こういった感じで結構メリットもありますね。という感じでもう一回ちょっとステップ1、2、3まとめると、それがこちらの通り、まずアイデアを考える、で2つ目仲間を探す、で3つ目っていうのが行動を続けるっていう感じですね。まあ、ただ、今一応仲間を探すって話をしたんですけど、別に仲間最初探さなくてもいいです。僕はなんかデザインとかできなかったので、仲間探したって感じです。って感じですかね。で、あと、
もう一つ補足として、ここまで聞いた方で、自分なんか仲間とかそんな見つかんなそうだなみたいな、なんか友達いないしみたいな、まあそういう人もいるかもしれないです。で、そういった方にはちょっと一回こちらのツイートを見てください。で、人間が変わる方法は3つしかない。で、1つ目時間配分を変える、2つ目住む場所を変える、3つ目付き合う人を変える。経営コンサルタントとして有名な大前健一さんの言葉です。これかなり本質ですよね。ちなみにこの3つを同時に実行すると人生は巨大に変化するっていう、まあこういった感じで、まあ、なんでこれをお見せしたかっていうと、まあ、当時の僕っていうか昔の僕も、まあ、ぶっちゃけそうだったんですよね。仲間探しとか絶対できない状況に昔の僕はいたんですね。でもセブ島にいた僕っていうのは結構環境がもうすでに変わっていて、なんでかっていうとセブ島って何かこれから挑戦したい人とか結構集まっていたんですよ。今はよくわかんないですけど、その当時、まあ、基本的に海外でなんかちょいる日本人って結構その自分でこう積極的に行動する人多かったりするので、まあそんな感じで、もし周りにそういうなんか仲間とかっていうのいないんだったら、そしたらまず環境とかを変えていかないといけないと思います。住む場所を変えるのか、付き合う人を変えるのか、もしくは時間配分をこうめちゃくちゃ変えて、いろんな場所にちょっと顔を出してみるとか、まあそんな感じで変えていくと、徐々に変わっていくと思いますね。という感じで、以上が、動画の前半ですね。で、ここから、後半に進んでいくんですけど、今までの話で起業する、まあ第一歩分かったじゃないですか。でも多分多くの人っていうのはどんなビジネスだったら稼げるかなとか、どのなんか稼ぎ方がいいかなみたいな、そういうなんかノウハウとか、まあ、そういう部分ばっかこう気にしちゃうんですよね。で、そこに関して僕が言いたいことが、稼げないアイデアでも実行しましょうっていう、稼げなくても最初はいいと思います。なんでかっていうと、まあ、今 SNS とか、まあ、YouTube とか見てても結構気づく方多いかもしれないんですけど、まあ、稼げるノウハウとかってまあ世の中に出てるじゃないですか。で、出た結果どうなったかっていうと、皆さん同じようにそれを実行するんですよね。完全にこう同じことをばっかするみたいな。で、それも全然いいとは思うんですけど、それだと結構モチベーション続かないんじゃないかなと思っていて、だから、じゃあどうやったらそのモチベーションが続くかっていうところで、まあやっぱりその、なんていうか楽しいとか自分がやりたいことを続けるっていうことが、まあシンプルだけどすごい重要で、で、なんでそういうふうに思うかっていうと、やっぱりその起業すると、まあ起業も、まあ個人のフリーランスで稼ぐも全部一緒なんですけども、壁にぶつかったばっかなんですよ。本当僕も先週とかも結構ちょっとしたトラブルとかってめっちゃ萎えたりしていたんですけど、本当もうトラブルばっかりなんですよね。で、今やっとトラブルがある程度こう解消されて、なんか心がこう若干晴れやかみたいな、でも晴れやかなんですけど、多分また来週になったらどうせまた新しい問題生まれるんだろうなみたいな、まあ、それぐらいこう壁にぶつかる、で乗り越えるじゃないですか。で、乗り越えたらまたその上に壁があるみたいな、まあ、こんな感じでこう壁を越えるとこう一段階上がれるので、まあ、それで徐々にこう階段登っていくみたいな感じなんですね。まあ、階段ってそうじゃないですか。こうまっすぐ行ったら階段のこのカクッとしてる場所にぶつかるじゃないですか。あのイメージですね。こうガツンガツンガツンみたいな、多分ずっとぶつかっていく。で、ぶつかっていくときに、あんまり情熱持てないビジネスをやっていたらどうなるかっていうと、ゴツンってなった瞬間、ああ、もうこれ行き止まりたい、やめようって感じでこう、降りちゃうんですね。そうじゃなくて、もっとその、これやるべきだみたいな、絶対やってやるみたいな。まあ当時の僕で言うと、セブ島の情報とかっていうのをまとめたら絶対にこれ価値あるはずだみたいな。で、このサイトとかっていうのをこれからセブに来る友人に送ってあげたら、その人はセブ島をめちゃくちゃ楽しめるはずだみたいな。絶対やるべき事業だみたいな。まあ、そういう情熱があると、こう壁にゴツンとぶつかっても、いや乗り越えてやるみたいな。でもう一回またゴツンとぶつかっても乗り越えてやる。まあこんな感じですね。なのでここもぜひ覚えておいてください。で、あと、こういった話をすると、多分賢い方っていうのはこういう意見を持つかもしれないです。どういう意見かっていうと、稼げない事業をやってもそれ消耗するだけじゃないですか。まあそういうふうに思うかもしれないんですけど、まあここに関しては僕はちょっと厳しい意見を言います。この動画を見ている方で、稼げない事業で消耗したことがある人ってどれくらいいますか？今まで過去を振り返った時に、自分は稼げない事業をここまでめちゃくちゃ頑張ってずっと消耗していたな、みたいな。そういうのを胸張って言う人いますかね？で、多分ほとんどいないと思うんですね。ちょっとこれも厳しくて申し訳ないんですけど、稼げない事業で消耗する経験すらしたことない人、まあこれが大半だと思うんですね。まあだったらもう最初稼げなくてもいいから、こう消耗してでもいいから、こうやればいいじゃないですか。やって、で僕もまあもちろん消耗したんですけど、稼げなくて。まあ稼げなくて消耗したら、まあ撤退するだけですよね。で僕はそこにも撤退しました。途中で、こう壁にゴン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 ぶつかって、で徐々に上に行ったんですけど、もう最後の最後で、いやこれ本当に無理だな、みたいな。もうなんか全部コミットしたんですよ。自分の全人生を使って。それでダメだなと思って、まあ撤退みたいな、まあそんな感じだったんですけど、でもそこで、まあ結論から言うと、お金っていうのはほとんど稼げなかったです。もちろん売り上げはある程度こう伸びてはいったんですけど、まあ利益率が低かったので、まあ手元に残んないみたいな、そんな感じですね。
まあ、経営者として雑魚なんですけど、まあ、ただちょっとこちら見てほしいんですけど、僕が最初のビジネスで得た経験ですね、3つあります。1つ目、マーケティングスキルが大幅に向上した。2つ目、仲間を集めること、マネジメントを学んだ。で、3つ目、企業における資金管理、株式の仕組みを学んだ。まあ、この3つとかっていうのをもう本当にもう何ですか、脳内のその細胞レベルというか、もう完全にこう脳に浸透して、まあ、なんか体の全神経がこれを理解してるみたいな、まあ、この状態までいってるんですね。まあ、ちょっとなんか表現がなんか回りくどいかもしれないんですけど、まあ、そんな感じで失敗して、まあ、消耗しても全然いいと思うんですよ。てか、起業家とか経営者の過去の、経歴とか見ていただけたら分かるんですけど、皆さん大体最初失敗してますからね。まあ、そんな感じで、もう消耗してもいいし、稼げなくてもいいから、とりあえずもう突撃しましょうと。で、突撃することによって、例えば僕はマーケティングスキル、その時も大幅に伸びたんですね。で、大幅に伸びたから、その後ブログで月500万稼げるとか、今だったら自分で商品作ったりして月1000万稼げるとか、まあ、それに繋がってるわけですね。過去の消耗がなかったら、多分今頃僕全然もう、なんていうんですか、なんかただの万国引きこもりみたいな、まあ、そんな感じになっていたと思うので、まあ、なんかいろいろ消耗してよかったな、みたいな、まあ、そういうふうに思っています。という感じでもう一回話戻していくと、稼げないアイデアでも実行しましょうっていう。で、なんでかっていうと、その、稼げる方法ばっかこう気にしてしまうと、まあ、みんな同じアイデアになってくるし、同じアイデアだとそこも競争が激しいみたいな、競争激しいし、まあ、そういった、なんかみんなが実行しているようなアイデアとかって、まあ、そこをやろうとしてもそんな情熱持てなかったりするわけじゃないですか。で、情熱持てないと、こう、継続力とかも下がるので、あんま意味ないですよっていう、まあ、そういった話ですね。という感じで以上なんですけど、最後に一つだけあって、それ何かっていうと、行動を続けるとマジで人生変わりますよっていう、まあ、そういったちょっと精神論で終わろうと思うんですけど、何を伝えたいかっていうと、多分僕の、動画を結構見てくださっている方で、行動を結構続けてきた人いると思います。で、こっからの話っていうのは、もうすでに半年もしくは1年ぐらいやってきた人だけに伝えていきたいんですけど、ちょっと質問なんですけど、冷静に半年前の自分もしくは1年前の自分を思い出してみてほしいんですね。で、そうなってると多分環境めちゃくちゃ変わってないですかね。で、僕もやっぱその行動最初始めた時に本当に周りの環境変わっていったんですね。でもそれって緩やかに変わっていくんで、定期的に振り返らないと気づかないんですよ。で、どんな感じに変わるかっていうと、例えば身の回りにフリーランス増えてないですかね。身の回りにちょっと稼いでる人増えてないですかね。もしくは情報収集の仕方変わりませんでしたか。もしくは一日の時間の使い方変わってませんか。もしくはなんか日常的に勉強するの結構習慣になってませんかみたいな。もしこういうの当てはまるんだったらめちゃくちゃいい傾向だと思うんですよ。で、そういうのっていうのをもっとプラス半年、もしくはプラス1年続けていく。めちゃくちゃ人生変わってくると思うので、まあ、なのでぜひ頑張っていきましょうみたいな。まあ、そんな感じですね。僕自身もまだまだ自分全然雑魚だと思っていて、本当まだまだやれることあるし、また次のステップっていうのを進んでいきたいので、まあ、僕も引き続きやっていきます。で、引き続きやりながら、まあ、そこで得たノウハウとか、まあ、そこで得た、まあ、思考法とかですかね。まあ、そのあたりは YouTube で発信していこうと思うので、ぜひ、これからもよろしくお願いします。という感じで今回は終わりにします。それでは、さよなら。